こんにちは。ひろちゃん農園のひろちゃんです。昨日は大雨と風が強くて台風並みのお天気でした。今日はお天気が良くなりましたけども、冷たい風が吹いています。あれほど雨が降ったのに、今日は畑の中に入っても全然ぬかるんではいません。土を耕しても耕せるぐらいの土になっています。ちょっと雨が止めば畑の作業はできます。両親一に葉物野菜も出しましたけども、息子もちょっと持って帰って食べてみようかなと言ってますので、息子のための収穫をしてみたいと思います。それではちょっとお野菜を見ていただきましょうか。今朝はほうれん草を両親一に出しましたので、収穫をしてないところを、混んでるようなところを間引きながら息子に持って帰ってもらおうかなと思っています。まずここら辺は取ってないですので、ハサミで根元を切っていきたいと思います。ほうれん草は最近私はこのような収穫をしています。根元を切って他の隣の野菜に無理のいかないように、もう株元を切ります。このようにして混んでるところを順番に取ります。このほうれん草が種まきの時に発芽処理をした後、ちょっと根が伸びすぎて絡まって一本一本ほじきながら、ほじくっていうかね、ほぐしながらほうれん草を植えました。種まきというよりもう田植えのように植えました。それがこのほうれん草です。かまんもんでこんなに立派に大きくなりました。色もなかなか美味しそうないい色をしています。肉厚の美味しそうな葉っぱです。ここで一本取ろうかな。いい、もうたったこれまでいい、はい、1羽分ぐらいはいる。1羽分もない。2、3、4、5しかないよ。8本はいるろ、1羽入れたら。茹でたらちょびっとになる。まあ丈夫に食べてください。ビタミンがありますので、ポパイじゃないけど力もりもりになるから。はいはい、これ場にしますか。うん、両刀他のももらう。はい、じゃあこれでとりあえずほうれん草はこれでおひたしをしてください。次にベビーリーフを取りたいと思います。ベビーリーフ、これって押さえれる？引っ張れる？はい。それではベビーリーフを順番に取っていきます。もうベビーリーフじゃなくて大きくなりました、一人前に。あれ、やった、大きな音がした。ベビーリーフってこんなんやな。こんなん音なんとベビーリーフにならがない。ほら、もうこれやったらベビーじゃないよね。これが美味しい。これがレタス系やろか。これが美味しかった。それで
これは小松菜かな。この紫が美味しい。これはすぐからすぐ生えてくるわ。そう。全部切らんかったら、うん、何もでも生えてくる。中からまた新しい葉が出るけ。これはいいもんはない。え、まだそこあんたお皿の半分もないで。てやろ。これがちょっと苦いかもしれん。でも苦味もドレッシングかけたら結構そこそこ。あの農薬をかけての苦味と違う気よね。食べよ。文句言うたかちでも食べた。それでいい？あんたいつも遠慮するね。カツオナ、小松菜はいらん。小松菜はいらん。いらん。はい。じゃあカツオナはもう元から切ろうかな。カツオナはこの間私が初めて取って味噌汁入れた。美味しかった。向こう回ってこう押さえちゃって。もう真ん中取ろうか。え、そうだね、真ん中取ったらいい。どうせ最初から真ん中は取るつもりで植えちゅうち。ほらこれも互い違いにしとったらいいかね。互い違い。これはどうやって食べる？お鍋入れる？それともお浸し？いや、炒めて食べたり。あ、炒めて食べたら美味しいかもね。油と相性が合うろ。ね。え？こんなもんまだもらう。あ、そう。もう黒になる。あ、そう。こんなもん。あ、そうなの。上等。上等。上等ですか。じゃあ収穫終わり。大根。大根いけん。大根。まあ。リーフレタスのこの水菜を取ってくる。水菜？うん、水菜も入ってる。あれ？リーフここか。そっちから回るか。リーフの水菜もこっちの水菜も一緒じゃないよ。一緒やけど、そっちの水菜は株太らすつもりで植えちゅうき。ああ、そうです。うん。ほんでもうちょっと置きたいがよ。はい、押さえちょってね。これ、美味しそうなんじゃ。こういうのがいい。じゃあ、小松菜もリーフに入っちゅうき、ちょっと持っていって。リーフに小松菜が入っちゅう。これサラダで食べれるっていうこと？そういうことじゃない。けど大きくなってるし。リーフじゃないなっちゅう。大きい。まあいいや。よしとしてください。はい、よし。以上です。こちらの向こうが青首大根ですが、こちらのおでん大根も土から上にニョキニョキと伸び上がっています。これが一番伸びてるので。でもあんたとこあんまり余計いらんき。こっちにしようか。大きいのより。え、これかな。これだな。これにしようか。これか。ここにしようか。根汁よいし
とっちゅうで、結構ほら。まだけどこれスポッとやろ。これがこうこう丸になってくるけ。それば太る。いらん葉っぱ。息子に持って帰ってもらうお野菜がこれぐらいの収穫をしました。まずほうれん草、カツオナ、リーフレタス、あ、ベビーリーフと言ってももうベビーじゃないです。ジャンボになりつつあります。ベビーって言ったらこれぐらいで収穫せんといかんかな。もっと小さいかな。ねえ。でもまあ一回お水でちょっと長めにつけちょってパリッパリにしてからドレッシングかけて食べたら美味しい。以上が大根一本と以上が息子が今日持って帰るお野菜です。それではついでに、ついでと言ってはなんですが、先日長ネギの追肥と土寄せをしましたが、その長ネギをちょっと見ていただきましょうか。こちらに先日手入れをしました追肥と土寄せをしました長ネギがありますが、見事に成長しています。土寄せはこの辺ぐらいまでしたんですよ。ところが葉もこんなに伸びてるんです。ここなんかももうこの辺ぐらいまでしてたんですけど、ぐーんと上に伸びてます。これではないよね。上持ち上げたのはどれかわからんけど、これこれがこれがそう、これかもしれんね。これが下からこう持ち上げて成長点隠れてしまうのでというので、ツルハチでちょっと根元を持ち上げて上に浮かした分ですが、もう根はすぐにしっかりしてます。で成長点もここまで伸びてますので、すごい成長早いですね。ボリュームも出ました。この太さ、周りが葉っぱので、ここの元もすごく大きいです。これはくれまでが楽しみです。もうリンリンしてます。すごく私も昨年も思ったんですが、おネギを植えるときに植え方があって、このように横に植えると隣同士がくっつくので、このように畝に直角に植えた方がもっと密植できるかなというのは去年も思ってましたが、今年植える時に何気なしに植えていったので、今考えてみますとやっぱり畝に直角に植えた方がネギとネギがくっつかないですのでいいかなと思います。これがちょっと反省点ですね。やはり畝に沿って植えるとこういう感じになりますので、隣と隣がくっついてしまいます。ですからこのように直角に植える、このように直角に植えるというのがいいのではないかなと思います。来年はそれをちょっと気をつけながら植えてみたいと思います。何気なしにあれどうやったかなと思いながら、もう考えなくずっとずっと植えていったんですが、今太ってきて初めて、あ、やっぱり畝に直角に植えた方がいいなというのは思い出しました。以上、おネギでした。おネギがすくすくと成長しているのを見るのは非常に嬉しいです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。いいねボタンもお願いします。どうもありがとうございました。ニコ。